初めてコメントします。ありがとうございます。時々ですが、眠っている時に金縛りが起こり、呼吸が止まってしまい めっちゃ苦しいですと。よくきをしても、肩枕を入れて、顎先を居上して、軌道を確保しても、無効でした。こういう無呼吸の場合、対処法はありますかというか、普通に睡眠時無呼吸症候群の可能性があるので、一度きちんと睡眠の先生に関して、まあ、受診をしてみられた方が良いのではないかなとは思います。ただですね、 実際には金縛りの時ってね呼吸が不安定になったりすることがあってそれなりに呼吸はできてるんだけども呼吸がすごくしにくい状態に感じてしまうっていうふうなこともあったりするのでそういった場合にはそのまま死んじゃうっていうことはないので頻繁でなければ様子を見てていいいかれても別にいかんことはないとはな思いますただ頻繁に繰り返しているようであれば金縛りが起こる睡眠って レム睡眠っていう呼吸が止まりやすいね。夢を見てる睡眠であることが結構起こりやすいことが多かったりするので、あんまりね、呼吸が苦しいプラス悲しばりっていうのがセットで起こっているようであれば、やっぱり最初にお話したみたいに睡眠事務呼吸症候群があるんじゃないかっていうことはね、確認してみられた方が良いのではないかなっていうふうには思いますね。はい。ありがとうございます。朝起きた時口が乾くけど、睡眠事務呼吸症候群と関係がありますか 関係はあると思います。寝汗をかいて脱水もあるかもしれないけど、睡眠時無呼吸症候群は朝の口乾きっていうのはかなり多い症状ですね。寝てる間に呼吸が苦しくなって、呼吸が止まってるのでね、息が苦しくなって、口を一生懸命パクパクと開いてらっしゃる方がおられて、口を開いた状態のまま、多分今すごいカクカクが変な顔になったと思うんですけど、口を開いた状態のままで過ごす時間が睡眠時無呼吸症候群の方で長くなりがちなんですよ。なので、その時に、 口口の中に外気が入り込んですすごくく乾燥しやすくなる方が多いですなので口乾きがあっていびきがあって呼吸が止まってるんじゃないかっていうふうに言われる方の場合にはこの口乾きそのものが睡眠時無呼吸を疑う有力なヒントにな,ったとなるということが結構あったりしますよ。 はい、寝る前にトイレに行くのに布団に入るとすぐにまた行きたくなったり夜中も必ず起きてトイレに行きます寝る前に水分をたくさん飲んでいるわけでもなく膀胱炎でもないです気にしすぎて熟睡できませんと緊張感とかでなってらっしゃる方とかね過活動性膀胱かそういうので、ね、なってらっしゃる方もらえたりしますよ。何人かね経験があるんですけど精神的な要素が大きいので。 過活動性膀胱の治療薬は使えませんっていう風に、精神科診療内科以外の科の先生に言われちゃった患者さんとかが来られたことがあって、精神的な治療を受けなさいって言われてね、来られたことがあったりするんですけど、普通に過活動性膀胱の治療薬使ったら良くなった方も多いですよ。 なのので、なんていうのか、緊張感でねなってるのかもしれないんですけどまああんまりね泌尿器科的な問題がないことは確認する必要があると思いますし睡眠時無呼吸がないかどうかを確認することも大事かとは思うんですけど、まあ、あんまり緊張感とかでね頻尿になることが多いようであれば過活動性膀胱用の治療薬を使ってみられるとか頻尿、えっと、用の、ね、漢方薬なんかもあったりするので、まあ、そういったものもうまくね使ってみられるといいんじゃないかなっていうふうには思いますよ。はい、貧乳結構鬱陶しいですからね。 寝る直前に歯磨きして歯茎を刺激すると眠りにくくなると聞いたのですが、本当ですか？歯磨きには確かに覚醒作用があるといえばあるので、一時的にはちょっと目が覚めちゃう方、はおられるかもしれませんよね。ただ、あの歯磨きそのものには副交感神経を刺激するという側面も逆にあったりするので、まあ、寝にくくなったと明らかに感じる方だったら、まあ寝るね。23時間前に終わっておくのがいいと思いますし、別にそんなに何も。 ないのであれば、そこまで気にしなくてもいいんじゃないかなというふうには思いますよ。逆にこう歯磨きすることでね、目が覚める方ね、あの結構多かったりもね、朝とかはねしますよね。なので、そういうふうなあの目覚ましの作用がはっきりある方だったら、朝起きたらとりあえず歯磨きからっていうのもね、眠い方にはいいと思いますね。 はい。双極性障害です。相状態にどうやったら自分で気づけますか相状態にどうやったら自分を止められますかありがとうございます。何度かいただいているご質問ですが、記録をしましょう。少なくとも睡眠記録か気分の記録かどちらかできたら両方を記録するようにすると、特に睡眠が必要なくなってきた、短縮してきたっていうのは、相状態の気分以上に早いマーカー、目安になる場合が あると思うので、少なくとも睡眠記録は取っておかれて悪いことはないと思いますよ。で、そう状態になってしまった場合に、正直自分で止めるのは簡単なことではないんですけど、できることであれば、光を少し制限気味に、また出ましたね。<laughs> 光を少し制限気味にしてみられるっていうことは、 されてみてみも良いいとは思います光をね、強く浴びておられると、どちらかといえば人間の気分というのはハイテンション方向に向かっていくと言われていて、光を制限する方がハイテンションなものを抑えがちになるというふうに言われているので、ご自分でできる最も簡単なのは光制限だと思います。あとね、行動を少しゆっくりにするとかね、そういったことはしてみられていけないことはないとは思うんですけど、なかなか簡単ではないと思うので、目に見えてわかるのは 光の制限ですはい <laughs> 民材が効かなくなった場合の最終手段というのは何があるのでしょうか何か眠れないのに眠れないちゃんとした理由があるんじゃないかと考えてみられるということが大事だとは思いますね。多いのは生活習慣と 不眠症以外の病気なんですよ。生活習慣の中には、早寝とか遅起とか日中の活動性が低いこととか、思考品の取り方とか、そういうことが関係していることが多く、そういうことが見逃されていることが結構多かったりするので、そういう見逃している不眠を長引かせている要因がないかどうかということは必ず要チェックです。で、プラス不眠を長引かせてしまった いいるよううなな病病病気気気がかかどうかは必ずチチェェッッククででですす心のの体両面ね特に体の病気で言えばね甲状腺とかね睡眠時無呼吸症候群とかねそういったことっていうのは結構影響することが多かったりしますし飲んでらっしゃる薬なんかもそうなんですけどねステレオデ薬とかね血圧の薬の意思とかねそういったものが影響してる場合もあったりするので、まあ、そこは要チェックだったりするんですけど、まあ、やっぱり やっぱりね、うつ病系はね、きちんと見つけ出して治療してあげるっていうことは大事かなと思いますね。かなりその不眠症の治療しかされてこられなかったうつ病の方は多いので、精神科医の立場としてはそこをね、しっかり見ていくということは必要かなというふうには思いますね。はい。 ほとんど夢を見なくなったのですが、私は何かの病気なのでしょうか。いや、別に病気じゃないと思いますよ。深く眠れるんだというふうに思っておいてください。夢を見るというのは、夢を見てる睡眠中に起きてるだけです。夢を見なくなったのは、夢を見てる睡眠中、レム睡眠中に起きなくなっただけです。 自分にベストな睡眠時間はどうやって見つけたらいいのでしょうか人によります人によるんですけど眠くて眠くて仕方がない方が自分に適切な睡眠時間を見つけるというふうになっている場合には <laughs> むちゃくちゃなことを言いますよ教科書的には毎日13時間布団にいろっていうふうに言いますね毎日13時間布団の中にいるとそのうち布団の中で眠れている時間が短縮してきて最終的にこれ以上は眠れない時間というのができますよと で、たい4日ぐらいでそういう時間ができることが多いんですけど、長い方だったら2週間ぐらいかかります。で、なるだけたっぷりと布団の中にいて、最終的にこれ以上は寝れませんっていうようになった時間が自分にとって適切な睡眠時間です。若い方の場合、大抵8時間ちょっとですね。それぐらいが適切であることが多いですね。はい。で、不眠症の方は、自分にとって最適な睡眠時間というものは考えない方が良いです。 はい。今、眠れてる時間ぐらいで、まあ、ほどほどだぐらいに考えておかれた方がよくて、これで不満足なのであれば、今の睡眠時間にプラス10%眠れたら100点満点だとぐらいに考えておいてください。なので、今、5時間しか眠れてらっしゃらない方がおられるのであれば、5時間なので5時間って300分ですから、5時間30分眠れたら、もう随分うまく、 いけるようになったんだっていうふうに考えればいいと思います。まあ、そこまで眠れるようになってから次に自分にとって適切な睡眠時間を考えていくと。ね、それでちょっとずつ睡眠時間が眠れば万々歳かなというぐらいに考えておいてください。 なので、不眠症の方にとって適切な睡眠時間というものと、眠たいですというふうな方にお伝えする適切,な適切な睡眠時間は全く違います。で、適切な睡眠時間という風なものに対して、興味本位で僕に聞かれたのであれば、7時間から9時間ですよ、個人差がありますよっていうふうに伝えることが多いですね。はい。